明るい環境で見ることができる透過電子顕微鏡 HT7700、 新世代テムの幕開けです。従来テムで資料を観察する際、視野探しや焦点合わせは蛍光板に投影された像を直接見るか、あるいはルーペを通して行われていました。そのため一般には薄暗がりの部屋で目を凝らして視野探しする必要があり、特にコントラストの低い資料や電子線損傷を受けやすい資料のように明るくできない資料の観察は難しいのが現状です。このような資料でも容易に観察でき、より先進的なオペレーション環境の提供を目的として開発したのが HT7700 です。HT7700 のキーテクノロジーの一つが、人の目よりもはるかに感度の高いスクリーンカメラです。HT7700 では、蛍光板上に投影された画像をモニター上に表示することができるようになりました。従来、視野探しをする際、蛍光板上では暗くて識別しにくかった画像も、モニターで容易に観察することができます。画像撮影用の高精細デジタルカメラがインテグレーションされており、高解像度デジタル画像もスムーズに撮影することができます。ご覧のように、視野探しから像観察まで一連の作業をモニター上に一元化し、操作性の向上を図りました。 HT7700 は日立 120kV テムで定評のある独自設計の複合対物レンズを搭載しています。これにより低倍率高視野観察、高コントラスト高分解能観察の基本性能を継承し、さらにロードーズ観察、トムグラフィー機能など多彩な機能を搭載しています。オートマルチフレーム機能には高精度広域撮影が特徴のステージシフト方式と、高精度高速撮影が特徴のイメージシフト方式を設け、いずれの方式でも連続視野撮影が可能です。さらにオートパノラミックイメージ機能により、オートマルチフレーム機能で撮影した画像を自動的にタイリングできます。これにより歪みの少ない1枚のつなぎ写真を作成することが可能で、フィルム並みの高解像度デジタル画像を取得することができるようになりました。もちろん HT7700 ではミッシングゾーンを補正可能な日立独自の TBR 法を用いて高精度なトムグラフィー観察が可能です。このデータはイオン液体中に分散した酸化チタンを TBR 法で再構築した例で、球体の粒子が3次元的に分散している様子が捉えられています。新世代透過電子顕微鏡として誕生した HT7700 は環境にも配慮、省電力化により当社従来機と比較して CO2 を 30% 削減しました。明るい環境でのハイレベルな観察とデータ取得を実現した HT7700、 日立ハイテクが透過電子顕微鏡の新たな道を開きます。